はい、酒好きな俺の飲酒とか始めていきたいと思います。今回は、またチューハイね。自家搾りの山形産ぶどう。アルコール度数が 4% 少ないですね。果汁が 1.2% です。で、関係ないけど、ね、隣にね、ドクターペッパー。ね。ドクターペッパーの 500ml。これがね、新潟ね、まあ、昔大阪住んでたんですけどね。ドクターペッパーのね、売ってないんですよね。うん、新潟来たらね、普通に売ってるんで、ありがたいです。自家搾りのぶどうなんですが、手摘みした山形産ぶどう収穫産地で、カツブを丸ごと絞った産地自家搾り果汁を使用。うん。まあいいや。そんなどうでもいいんだよ。ごたくはいいんだよ、ごたくは。俺の中でごたくはどうでもいいんですよ、ごたくは。とりあえず飲んでうまいかまずいか。すべてそこなんですよ。うん。ね、ドクターペッパーはね、非常に美味しい。関係ないけど。ね。500ml が売ってんのありがたいですね。ね、乾杯。あ、甘くない。うん。ほとんど甘くないですね。一応、糖類は使ってるんですけどね。甘味料は使ってません。そして、ブドウの種子の抽出物と、原材料にも書いてあります。種を使ってますね。焼酎も使ってます。あとさ、待って、ブドウ果汁と焼酎と糖類と、酸味料と香料とアントシアニン色素と、ブドウ種子抽出物が使われています。うん。うん、かなり甘さは抑えめです。うん。ただ、アルコール度数 4% は少ないな。4% もうね、前回飲んだ、ね、美味しいチューハイと大して変わらないんで、なんか個人的にジュースを飲んでる感じですね。ほとんど酒を飲んでるという感じはしない。で、おまけに、まあ、果汁が 1.2% か。薄い。うん。甘くないのは、まあ、いいとしても、少なくとも、焼酎の味がしないことには、もう、お話にならない。焼酎の味も、まあ、しないですね。うん。せっかく焼酎使ってるのにもったいない。ね、焼酎使ってるんだってやっぱ焼酎の味がしないと。うん。ね、関係ないですけど。最近ですね、100均でね、まあダイソーなんですけど、薄グラス。薄い。ね、底とかも、ほとんど。いわゆる、厚底じゃない、ね、薄張りグラスみたいなのが結構売ってるんですけど、どこでもね、ダイソー。ダイソーでしか売ってないですけどね。で、それのね、こういう丸っこい、
ね、グラスちょっと買ってみたんですが、うん。まあ、いわゆる、ウイスキーとかをストレートに飲むときに結構香りが、ね、口が広いんでね。うん。まあ、よくこういう、ブランデーグラスとか見ますけどね。まあ、それに非常に似た感じの。うん。まあ、ものなんですが。あれあれ。あれが飲みたい。ね。以前作りましたドクターペッパーと相性抜群のね、こちら。はい、電気ブランでございます。ね。電気ブランとドクターペッパーといえば、そう、俺が以前作った電気故障博士だっけ？なんだっけ？電気故障博士だよな。そうそう。これが美味しいんですよね。ね。うん。まあ、唯一ドクターペッパーをね、使う、カクテルでございます。が。うん。やっぱね、俺ぐらいのね、ドクターペッパーマニアになるとね、禁断症状現れるんですよ。ね、ドクターペッパー好きな人だとわかると思うんですけど、ドクターペッパーってね、禁断症状が起きるので有名な、飲み物でして、なんかしばらく飲まないとね、禁断症状としてね、飲みたくなるね、衝動に駆られるんですよね。うわーってなって、うわーってなる。とにかく。ね。これドクターペッパーの好きな人は、まあ間違いなく知ってる。でですね。まあ最近ググったところによると、ドクターペッパー、シュタインズゲートというアニメ、これ。多分アニメ。にですね、このドクターペッパーが出てきまして、なんか好きな人がいるみたいですね、この。女の子かな？うん。女の子がですね、シュタインズゲートの中の女の子が、ね、すごい、ドクターペッパーマニアの、人がいるみたいで、ね、まあ、関係ないけどね、うん、俺も知らないですけど、まあ、アニメあんま詳しくないですからね、うん、まあこれを機にね、ドクターペッパーね、どんどん増えてもらいたい、増えてもらいたいというかね、あんまり売ってるとこがないんで。まあ、主に西の方。多分飲んだことない人自体いると思うよね、大阪とかね。売ってないですから。普通に。まあ、売ってたとしても、ドマニアのなんか、本当に、マニアックななんか、ね、ようわからん店みたいなところに売ってる。まあ、簡単に言うと、あそこか。一応、大阪行った時売ってるとこあったけどね、あそこですね。あ、ドンキホーテは売って、のかな？あ、ドンキホーテに売ってるかな？案外メジャーだったか。いや、でもドンキホーテでも売ってなかった気がするんだけど、どうだったかな？ドンキホーテみたいなね、ほら、ああいう、なんか、輸入品が売ってる、店なら売ってる、っぽいですね。まあ、もともとドクターペッパーっていうのはね、アメリカで、初、最初にできた、炭酸飲料、なんです。
Wikipedia に見ますとですね、1885年にアメリカで発売開始された炭酸飲料である。キャドバリーシュウェップス社。ああ、これシュウェップス社なんだ。からスピンアウトした。ドクターペッパー、何これ。ドクターペッパースナップルグループっていうのが販売しており、ダラス郊外のテキサス州プラノーに本社がある。なんそれ。よくわかりません。まあ、いわゆる、確かアメリカで一番最初の炭酸飲料だったはずです。まあ、俺ちなみにドクターペッパーは、ね、この日本のドクターペッパーだけじゃなくてね、海外の、まあ、アメリカのね、アメリカ産のドクターペッパーも飲んだことありますけど、海外の方が、アメリカの方が、なんかね、ちょっと味違うんだよな。あんま飲み比べないとわかんないと思いますけど。俺もよくわかんないです。なんかちょっと違う気がする。ね。ちょっと違うんです。でもやっぱ電気ブランドね、組み合わせるとね、非常に美味しい。このドクターペッパーの20種類以上のフルーツフレーバーがね、こう、ぶわっと。現存する炭酸飲料の中では最も歴史が古い。ちなみにコカ・コーラは1年後に発売。つまり、1885年にドクターペッパーが発売され、1886年にコカ・コーラが発売されたということになります。すごいですね。コカ・コーラよか、前にあったって、すさまじいな。すげえな。日本においても1973年から販売が続くロングセラー商品であり、一部ではカルトな愛飲者も存在する。まあ、僕ですね。なぜかニコニコ大百科にですね、結構面白い記事がありまして、まあ大百科ですけど、基本的にドクターペッパーが好きな人と嫌いな人、まあ分かれますけどね。なんかドクターペッパーが嫌いな人が書いた概要と好きな人が書いた概要の2種類あるみたいですね。ちなみにドクターペッパーが嫌いな編集者が書いた概要によると、ドクターペッパーは毒ジュースと呼んでも差し障りないものであり、飲むこと自体が罰ゲームである飲料の一つとして、しばしばルートビアやメッコールと並び称される。ルートビアは飲んだことあるんですけど、非常にまずいです。ただし、だんだん慣れてくるとうまくなります。これもドクターペッパーと、似たような感じですけど、ドクターペッパーがね、2倍ぐらい甘いですね。ルートビアはね、ものすごく甘いです、これ。2倍って、1.5倍ぐらいか。かなり甘いです。メッコールはあんま飲んだことないですね。あんまっていうか飲んだことない。だいたい売ってない。今売ってるのか飲むかもわからん。で、ちなみに、ルートビアも、アメリカ人の、大好きっぽいですね。まあ、もともとアメリカ人、アメリカの発祥だったんです。
アメリカでは大人気だが、日本人にとっては好き嫌いが分かれる飲み物というか、日本人の多数から嫌われる飲み物であると。うん。間違いないですよね。まあ、あとはいいや。ドクターペッパーが好きな編集者が書いた概要によると、ドクターペッパーは世間からまずいと嫌われるかわいそうな飲み物であるが、一度好きになってしまえば、これほど癖になる飲み物は他にない。間違いないな。ビールを生まれて初めて飲む人がよく、まずい、飲めたものじゃないということが多いが、ドクターペッパーもそれに当たる。しかしドクターペッパーの味は、他のどんな食べ物、飲み物でも代用が効かない。せめてあげるなら食べ物でない湿布剤。しばらく飲んでいないと無性に飲みたくなる。で、この湿布剤なんですけど、ルートビアがね、ものすごい湿布の香りの甘い湿布をね、食べてるような味ですね。もうすごいです。このルートビアっていう飲み物。ドクペファンはドクターペッパーが近所に売ってるだけで幸せになる。間違いない。売ってるお店を見つける。売られているドクペを見かけるだけで幸せになれる。しかし、ペットボトル飲料が欲しいときに、缶のドクペしか売ってないときは、頭を抱えるという問題も発生する。ドクターペッパーじゃなきゃダメなんだ。他のジュースじゃダメなんだよ。わかってくれよ!と書いてあります。うん。間違いないですね。うん。あ、これ。あのね、ヴィレッジヴァンガードに売ってた。いわゆるヴィレヴァンですね。あと、ナリシロセキっていうスーパーマーケット、関西。方面かな?成城石。これも大阪にあったんで、そこ行って、もう売ってましたね。っていうかね、ドクターペッパーはね、多分海外のアメリカ版の方がね、甘くない。と思う。日本のやつは結構甘いんだ。なんか。なんか甘い気がするんだよな。日本のやつ。アメリカのやつの方が甘くなかった気がする。まあ、基本的にドクターペッパーはね、杏仁豆腐の味ですね。杏仁豆腐のコーラみたいなもんです。まあ、飲んだことない人あんまりいないと思いますけど、逆に有名ですからね。うん。うん。ということで、ドクターペッパーのファンの俺から、ね。まあね、ぜひ飲んでみてください。これ美味しいです。美味しいです。まあいいや。とりあえず本題に戻ろう。この山形産ぶどうはあんまり美味しくないね。うん。正直言って美味しくない。これ美味しくないな。美味しくない。これダメだ。2222です。はい。ありがとうございました。